はい。今回の動画は Excel でデータを横方向に並べ替える方法をご紹介します。 でエクセルでですねデータの並べ替えをする時というのはですね、まあ、通常はですね縦方向の並べ替えになると思うんですけども例えばですけども今回の表でいうとこの一番下の合計の行のですねこちらのデータですねこのデータをですね大きい順に横方向に並べ替えをしたいといった場合は並べ替えの設定を変えることによってですね縦方向だけではなくて横方向の並べ替えも行うことができます。 それではね、早速やってみたいと思うんですけどもじゃあ今回はねこの一番下のですねこの8行目のところですかねこの合計のデータを基準にですね大きい順に左から並べ替えをしてみたいと思いますんでその並べ替えをしたいですねデータ範囲を選択をしますで次に上のこのデータというところをクリックをしてもらってこの並べ替えとフィルターというところのこの並べ替えというところですねこちらをクリックをしてください。 はいそうするとこの並べ替えのウィンドウが開きますんで、まあ、このままだとですね通常のこの縦方向の並べ替えになりますんで横方向に並べ替えをしたい場合はこのオプションっていうところをクリックをしてくださいはいで次にこの並べ替えオプションのこの方向のところですねこれがですね標準の状態だと行単位になっていますんで横方向に並べ替えをしたい場合はこちらの列単位ですねこちらにチェックをつけてこれで OK ボタンで閉じます これで横方向の並べ替えを行う状態になってますんでまずは最優先されるキーですねこちらをクリックをしてもらって、まあ、今回はねこの8行目のねこの合計の、ね、データを基準に並べ替えをしたいと思いますんでこの行の8を選択をしてで並べ替えのキーはねこのままセルの値で、ね、順序の方は今回は大きい順にしたいと思いますんで大きい順を選択をしてこれで OK ボタンをクリックします。 はい、そうすると分かりますか、ね、このね今回で言うとこの8行目のね合計のデータを基準にですね、まあ、左から大きい順に並べ替えをすることができました。はい。といったことで今回の動画では Excel でデータを横方向に並べ替える方法をご紹介しましたけども通常データの並べ替えをね縦方向で行うことが多いとは思うんですけども今回やったように横方向の並べ替えというのも設定を変えることによってできますんで是非ね覚えておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。